どうも、佐野家太郎でございます。今回はですね、初心者さんやこれからアークを買おうかなと思っている方必見でございます。超初心者向けの動物、ドードーにスポットライトを当てまして、テイムからブリーディング、能力紹介までやっていきたいと思います。それではどうぞ。ドードーをテイムするときはコンボを使いましょう。素手で殴っても気絶させられますが、殺してしまうかもしれないので、コンボを使いましょう。気絶させたら口の中もとい、インベントリーに好みを入れましょう。テイムまで少しかかりますが我慢です。じるり我慢です。我慢もとい、待っている間はテイム中の子が外敵に襲われないように周囲に気を配りましょう。ここで殺されては元も子もありません。美味しくもいただけません。テイムが完了したら名前をつけてあげましょう。名付けは儀式です。愛着を持たせるためにも名前は重要です。しっかりと考えてつけてあげましょう。それがどんな最後になったとしても。まずちょうどいい大きさの小屋を建てましょう。ちなみにこの小屋は無精卵専用なので少し大きめです。次にメス7に対してオス3の割合でテイムしていきましょう。これは交配にも関わってくるんですけど、理由はメスは有精卵を産むとしばらくの間は交配ができなくなってしまいますので、補填のための割合ですね。それとは別に、オスは全く関係ないので、運営する場合は8-2か7-3ですね。雌雄揃いましたら放浪モードに設定しましょう。すると放浪モード中の個体の上に赤い点滅するハートマークが現れますので、これが出現したらハートが消えない距離がわかるので、交配用の堂々小屋を建てる際は参考にするといいかなと思います。一定距離にいるカップルのメスに視点を合わせると交配というゲージが出現します。このゲージがマックスになると有精卵が出来上がります。ちなみに離れちゃうとゲージが止まってしまいますので、物か恐竜でブロックしましょう。ここまでが産卵までの流れですね。それでは次に孵化のステップに進みましょう。卵を孵化させる条件はシンプルでございます。その個体の適温の状態にしてあげればすぐに生まれてきます。ただ初期の状態だとエアコンもないと思われますので、適温の場所に持ち運んで孵化させましょう。ちなみに一定のレベルと物資がありましたら、自分の周囲の温度を適温にしてくれるディメトロドンという恐竜がいますので、ブリーディングの際重宝するのでテイムしておくと後々楽になります。ただこいつテイムするのめんどくさいことを除けば。さてディメトロドンの前に有精卵、まあ受精卵を着ますと先ほどとは違い孵化ゲージが動き出します。ディメトロドンマジで便利で、このゲージがなくなると、はい、新たな命の誕生です。まあこの後擦り込みやらいろいろやらないといけないんですけど、今回はここまでとします。さて能力紹介というか運用法ですね。アークの基本になる生物でレベル1でも簡単に昏睡テイムできますので、まず堂々テイムすることをお勧めいたします。産卵頻度も高いので序盤の食料確保とキブルの製作に重宝してくれます。ただキブル製作時に気をつけないと気がつかないうちに生まれていて、これまた気がつかないうちに死んでるっていうケースがありますのでご注意ください。ちなみに卵がすぐに欲しいという方はこちらのオビラプトルを小屋内に入れておくと産卵頻度が上がります。あとは序盤の畑の肥料などのために糞を用いるのもいいですね。簡単にテイムできますので、複数所持しておけばフィオミアをテイムするまでの代用にはなります。まあこんなところでしょうか。さてドードを使った基本的なやついかがでしたでしょうか。こんな感じで今後もアークの生物を紹介していきますのでお楽しみください。それでは。